はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、ということで明日はメンテ日になりますので、本日ロビーに上がっている更新情報のチェックと、今日最終日のガチャだったりイベントがあるので、やり忘れがないか、一緒に見ていきましょう。はい、まずは UR アバター戦集隊のガチャが本日最終日になりますが、まあこのキャラクターは、スキル1で援護化できる反射キャラクターということで、まあ二次化したことで復活がついて、で、復活時にも確率でまた援護化できるということで、生粋の反射キャラクターなんですが、まあなんといっても特徴としてはその復活回数が、まあ最大で5回まで復活することができるということで、まあものすごい耐久力を二次化することで手に入れることができたキャラクターになっており、まあ、現 MR 環境においても敵の攻撃回数をある程度受け止めてくれたり、まあ、相手によっては反射なんかで落とすことができたりと、ギリギリ二次キャラクターでもまだ立ち回ることができている数少ないキャラクターのうちの一人になります。はい、まあ、ただ基本的にはまだ MR まで行ってないので、まあ、将来的に MR 暴かして生後援護化するようなところをモチベーションに投与するとしたら、ガチャを回していくっていう感じになりますかね。で、まあもし MR 暴かしたらここら辺の幸運券や割引券なんかが使えなくなるので、もう集体を取るっていう風に決めてる人はここら辺の割引券や幸運券が使えるうちに回しておくのもありかもしれませんね。はい、ちなみに SSR の集体に関しては、はい、今月の新書交換のラインナップに並んでいるので、 SSR まではここから取るようにしましょう。はい、そして UR の OL 利確に関しても本日最終日になりますが、まあ、こちらは普通にスルーで OK ですかね。はい、まだ2時までも出ていないので、はい、そして今回はなんといってもこの仮想の集いに馬長とトータクとバリョウというね、まあ、特にバリョウっていうキャラクターがもうかなり多くのプレイヤーが待ちに待っていたキャラクターということで注目が集まっていますが、まあ、バリオ投用のモチベーションっていうのが、この二次バリオになるとスキル1で8陣という敵のクリティカルダメージを完全にカットする機能がつくということで、はい、8陣状態になってうまくはまればこんな感じでクリティカルダメージを完全にカットしながら、はい、どんな格上の相手でもノーダメージで過ごすことができると、はい、いうような大きな特徴があり、まあ、例えば最上義明だとか、はい、そんな相手に受けていくんですが、はい、こんな感じでノーマル攻撃が偶発的に出てしまうと簡単に落ちてしまうぐらい耐久力は脆いキャラクターになっているので、でしかも最近アウグスだとかカエサル、ヨウセンみたいなキャラクターはあまりクリティカルを絡めないで殴ってきたりもするので、まあ、アウグスなんかはクリ率 50% アップがあったりするんですが、まあ、それでもレベル差なんかの兼ね合いによって結構クリティカルが出なかったりというようなことがあったりするので、まあ、昔のモガミとかナタのスキル1の HP 50% より高い時に確定クリティカルみたいな、まあ、あとコタちゃんの確定クリティカル連撃だとかみたいに、まあ、一昔前のトップのアタッカーたちっていうのは確定クリティカルっていうのが主流だったんですが、現環境のトップのアタッカーたちっていうのは素の状態でクリティカルに頼らないで、まあ、例えば最近出てきたエビスちゃんに生後幸運をつけてもらったり、まあ、検定の七星をつけたりしてクリティカルを乗せることで火力を爆発的に上げるっていうような感じのクリティカル補助のない状態が素の状態になるので、結構8陣で構えていてもノーマル攻撃なんかを食らった際にサクッと落ちてしまうというとこで、まあ、もうちょっと早くバリオは出てきて欲しかったイメージがありますね。はい、あとスキル1で8陣の他に風波という敵の受けるダメージを 30% 増加させるというデバフをつけることができ、まあ、これもなかなか優秀なデバフになるんですが、まあ、風波付与であれば UR のバリオでも同様にすることができるということで、しかも受けるダメージ 30% アップってとこも含めて UR の時点で、まあ、すでに機能としては持っているので、まあ、風波が欲しいだけであれば UR まででいいかなというとこですが、まあ、ちょっとした違いはあって、はい、虹のバリオの方はこんな感じで、まあ、攻撃前に風波をつけるのでミスったとしてもつけられる風波なんですが、はい、攻撃前につけるという特徴のおかげでこんな感じで風波がついた雪村と風波が狂乱状態でつかなかった衛星でダメージ見比べてみると、まあ、しっかりダメージに違いがあることから、風波をつけた瞬間からダメージ倍率が 1.3 倍伸びていることがわかると思うんですが、はい、同様にミスっても風波がつけられる UR のバリオなんですが、こちらに関しては風波がついた雪村と風波がつかなかった衛星ダメージ見比べてみると同じダメージということで、はい、UR のバリオの状態では風波はつくんですが、風波によるダメージアップの恩恵はその時点ではまだ得られていないというような微妙な違いが発生しています。まあ、ただこれはバリオの次から攻撃していく副将に関しては関係ないことなので、まあ、単純にバリオの火力が少し落ちるというような意味合いになるので、まあ、サポートとして使う分にはあまり影響力はないので、はい、ここが気にならない方は UR のバリオの風波でも OK かなと。はい、ちなみに風波は MP で勝ってないと付与することができませんが、今ラスボスですね、相手に風波をつけに行ったところ MP48000 だとMP 勝負で負けてしまい風波がつけられず、はい、今度は MP を5万1000でやってみたところ、はい、今度は風波がつけられたということで、まあ、ラスボスですら5万ぐらい MP があればつけられると、はい、ような状況になっております。はい、ちなみに一般戦闘においても、まあ、ちょっと状態性が高いのでつかなかったりしますが、はい、しっかり
こんな感じで風波が敵についている場面があることから、まあ大体5万ぐらいあれば戦役においても風波はばらまくことができると、ああいうことで、はい、まあバリオパッシブスキル1で MP 上限がレベル ×240 解放されるので、まあ割と簡単に MP5 万っていうのは達成できるので、まあ戦役やボスではここ解放しておけば苦労しないかなと、はい、いうような感じですね。はい、ということで風波目的であれば UR でも OK で、8人まで欲しければバリオっていう感じですが、まあ現環境敵の MR キャラクターのアタッカーに対応するのであれば8人というよりはハンニバルで受けたり、まあナタだとか、まあそれこそ先ほどの集体だとか、まああとはエビスちゃんの踏破6ターンだとかで受けていった方が、まあ現環境にはマッチしてるのかなってとこで、まあもしかしたら今後 MR キャラクターの中でも角繰り連撃キャラクターなんていうのが超強力なやつで出てくれば、またバリオちゃんが活躍できる可能性が上がるところではあるんですが、今現在だとやや難しめになってしまいましたね。さあそして本日羅針盤ガチャも最終日になりますが、はい、こちら源の義経が UR 戦ガチャで当たるということになってますが、まあそれ以外の劉邦、宝剣、衛星、長宗我部、元親っていうこの残り4体が、まあ前回義経が並んだ時とラインナップが変わってしまっていて、まあ外れたとしても順当にこの4体を取っていけばいつか義経にたどり着くというような感じではなく、もう義経が欲しい場合には一気にガチャを回していかなきゃいけないというような感じになってしまっているので、まあなかなか無課金美課金はここ挑戦しに行きづらいですね。はい、なんでまあ今回も私はおとなしく特にこの段階報酬の10まで回すっていうこともしないでおこうかなと思います。はい、原本にめちゃくちゃ余裕があるサバであれば、まあ段階報酬の10回分のとこまで回すのはありかもしれませんね。はい、基本見送りスタンスでいきます。はい、ということで更新情報を見ていきましょう。まずは百花美人ガチャに、はい、ジョショが登場ということで、はい、ジョショに関しては純育とジョショで組んだ命中レベル ×40 上がる奥義だったり、当該や超高といった、まあ、同じく百花美人の限定ガチャに並ぶようなキャラクター2体と組んだ法術防御貫通奥義なんかに絡んでいるので、まあ法術防御貫通の方は視力が防止じゃないとあまり使えませんが、まあどちらかというとこの上の SSR2 体で作れる命中奥義なんかが戦役なんかで重要な命中値を上げてくれる奥義になるので、はい、お手軽でなおかつある程度効果の高い奥義に絡んでいるキャラクターになります。まあただ百花美人の限定ガチャで並ぶその他多くの副将たちと比べると、まあ奥義の性能としては比較した場合にはやや見劣りするような形になってしまっているので、はい、ここの評価が死角と、あと序章に関しては SSR の時点でまあ登用してすぐ育てなくても使えるようなスキルを持っているようなキャラクターでもないので、はい、ここの点数も落とし総合ポイントとしては B ということで、まあそこまで優先して取りに行く必要もないキャラクターではあるんですが、今回に関しては、はい、このクリスマスの時に無料でゲットすることができたステージ SSR ガチャの中に序章が1体入っており、はい、このガチャ未入手の副将を優先に 20% の確率で1体キャラクターがゲットできるんですが、百花美人の限定ガチャでこの序章の部分を潰してしまえば、まあ、残り4体の中からどれか1体が当たるということで、まあ、この中であまり来なくて優秀な奥義に絡んでるキョイちゃんなんていうキャラクターをゲットするために、まあ、あとホセなんかもまあまあありかなと思いますが、この序章の枠を潰しておいて、あと庭園師や上演に関してはまだまだ UR まで出ておらず、百花美人の新書交換のとこなんかに今後並んでくる可能性があると、まあ、上演に関しては、はい、今ちょうど新書交換に並んでくれてたりしますね。はい、なんで新書交換でも取ればここ2枠が消えるので、あと庭園師さえ持っていれば法政か脅威という、まあんまり来ないキャラクターをこの聖樹 SSR ガチャから入手できるというような形ができるので、はい、そういう意味でこの序章に関しては、まあ、急ぎで脅威ちゃんとか法政取りに行きたい人は今回狙いに行ってもいいかもしれませんね。はい、そして課金イベント、おっと来た猫サイコロ。はい、ということで最新の雑貨屋来ますね。まあ最新の雑貨屋という、まあ、今までのイベントでは二次キャラクターを課金することで確率でゲットすることができるガチャになるんですが、はい、そのイベントで使う猫サイコロというガチャチケットを課金して購入できるようになりますよというような内容になってますね。はい、これまた明日イベント始まったら実際に見て、まあどのぐらいの課金で二次キャラクターが一体ゲットできるのかみたいな話も細かくしていこうと思いますので楽しみにしていてください。さあそしてラキスタ、はい、今回は超運サジ超覚ロショクが一斉に登場ということで、はい、今直江兼次孫権カダ昇華っていう並びですが、はい、しっかりその次の超運たちのラインナップに今回はスムーズに移動してきました。いや、このまままた一周して直江兼次いるといいんですけどね。正常なラキスタラインナップ周期に戻ることを期待して、はい、今回の4名ですね、取得優先順位見ていくと、はい、もうまずはダントツで超運ですね。同じラキスタラインナップに並ぶ関羽張飛とあと SSR2 体と組んだ、まあ、攻撃力 6% と HP 10% と、はい、かなり強力にステータスが上がる奥義に絡んでいたり、なんといってもこのツバメ返しの達人という SSR4 体と組んでダメージ反射が 10% HP が 8% も上がるという、はい、超強力な奥義に絡んでいるキャラクターになっており、まあ、これがあるだけで無比課金問わず全員が入手しに行きたい奥義に絡んでいるキャラクターになります。はい、あとラキスタに出てくるコーソンさんと絡んだ防御力 9% の奥義も優秀だしということで、まあ、ちょっとねこの馬長っていう武将がやや取りづらかったり、まあ、甲虫なんかもあんまり来ないんですが、はい、奥義の並びとしてはめちゃくちゃ優秀なものに絡んでいるキャラクターになるので、まあ、今回最優先キャラクター。はい、で第2位はサジですかね。 SSR の脅威と SR の監視と新規という、まあ、この2体に関しては百花美人の新書交換のラインナップ
ップのとこに常設で置かれているので、いつでも取得できるキャラクターになっており、でこのキョイちゃんに関しても先ほど一緒に見た聖樹 SSR ガチャの中に含まれているので、まあ、ここが繋がっていく形になりますね。はい、でその他浮津、聴覚、カダとラキスタに並ぶ4体で構成される攻撃力が 6% 上がる奥義なんかに絡んでおり、これもなかなか優秀。はい、ということで、まあ、ちょっと早い奥義が1個あるので、第2位がサチと、第3位に関しては聴覚と露食どちらでも OK で、まあ、聴覚に関しては解放しやすそうな奥義で言うと、この先ほどサジの時にもあったサジ、浮津、聴覚、カダの奥義。はい、もう一つ今候補数っていうキャラクターだったり、露食っていうキャラクター、あとは長領なんていうキャラクターもラキスタラインナップに並ぶようになったので、はい、この下の2つの奥義にも今聴覚は解放しに行けるようなキャラクターになっており、まあ、ちょっと時間はかかるんですが、まあ、奥義の量はかなり多いキャラクターになってます。はい、他のキャラクター揃えるのに時間かかるので、聴覚は後回しでいいかなと。はい、露食に関しても劉備、高尊さん露食で物理法術防御力レベル ×25 上がるママな奥義に絡んでるんですが、これもちょっと時間かかるのと、もう一つ先ほどの聴覚と組んだ奥義あたりが解放しに行けるということで、まあ、こちらもゆっくりでいいかなということで、今回聴覚と露食は第3位という形にしました。さあ、そして大山の鬼、四天童子。いや、ものすごい来ますね、四天童子。こちら、割引宝くじといって、2割引きで、12次キャラクターのガチャを回すことができる、まあ、割安のガチャにはなってるんですが、基本、重課金、廃課金者向けの奥義、収集目当て、といったとこでしょうか。まあ、ただ、四天童子は、バフ奪いという結構強力なスキルを持っているので、まあ、もしこの後、MR かなんかをしたら、生後バフを奪える超強力なキャラクターに化ける可能性があると、いうような伸びしろがね、ちょっとあるキャラクターなんで、まあ、奥義目的以外にも、そんな、投資的な意味合いで登用しに行く人ももしかしたら、いるかもしれませんね。はい、基本は見送りになります。はい、そして夏の浜辺、直江兼次マジか。ラキスタに久しぶりに直江兼次並んだと思ったら、二次ガチャも来るんですね。いや、もうちょっと準備の段階踏ませてほしかったんですが、はい、ラキスタに来たと思ったら速攻での二次化。いや、ちょっと MR 化に行きそうな嫌な予感がしますね、この流れ。はい、ということで、まあこのキャラクター、虹の直江兼次、めちゃくちゃ優秀なキャラクターで、スキル1では攻撃力の高い敵の主力をめまいで一旦足止めにしながら、攻撃力の高い味方の主力2体と自身に援護を付与することで、耐久力と反射力を一気に上げていくことができるサポートキャラクターになっているんですが、まあ、スキル2の方でも敵4体に対してバフ剥がしができたり、バフを剥がした後 HP の低い味方2体に対してデバフ全剥がしと HP 回復ができるという、はい、もうバッファーの鏡のような立ち回りができるんですが、まあ、現 MR 環境だと虹の直江兼次だと生後バフと罪悪デバフは剥がすことができないので、まあ、その部分がね、やや環境に追いつけなくなってきていますが、まあ、将来の MR 化を見越しての登用なんていうのもありかもしれませんね。はい、あと単純に直江兼次は UR の時点で体力レベル ×100 上がるという超優秀な体力奥義に、まあ、同じく必須級のキャラの劉備と絡んで解放することができるようになっているので、まあ、今日ラキスタ最終日ですが、はい、こちら確定絆枠までランズロ企画でもちょっと回しておこうかなっていうのと、まあ、あとまたここで二次ガチャ並んだら少なくとも UR のガチャの方はまた確定絆枠までは回そうかなっていうところで、まあ、そういう意味では2連続で絆貯めれるので、まあ、ラキスタにあばに並ばなかったのここに来て挽回に来てるのかなというような、はい、そんな感じですかね。ラキスタ扱いで今回は回していこうかなと。はい、二次まで取りに行くのはちょっと MR アバー見越しての投資になってしまうのでややリスクがありますが、 UR の絆集めまでなら普通にやっていきたいところですね。さあ、そして少女の休日、こういうどんだけ来るの、こういう、これ短期間に 3,4 回来てますよね。運営さん、こういうのこと全然休ませる気ないですね。まあ、これまだ UR で虹まで出ていないキャラクターなので、まあ、一旦見送りで OK だと思います。はい、そして雑誌の雑貨屋。はい、雑貨屋来ますね。はい、こちら12個の宝箱の中に、まあ、覚醒弾だとか天女育成弾、まあ、あと UR1000 のキャラクターなんかを自分で選んで詰めていって、で詰め終わった後猫サイコロという、まあ、先ほど課金イベントにもあったガチャ券みたいなものを使って、その宝箱をどれか1個選んで開封すると、今自分で詰めた12個の報酬のうち1個アイテムがゲットできると、はい、ようなイベントになっており、まあ、大体5万円ぐらいで少なくとも2次キャラクター1体ゲットすることができるというような課金イベントになってます。まあ、約5万円というのは底引きした場合の価格になるんですが、まあ、底引きして12個全部宝箱を開けなければならなくなってしまった場合でも、まあ、それまでにゲットできるアイテムを減俸換算したりすると、実は割とそこまで損じゃないガチャにはなっているので、また明日ね、動画で細かく説明していきたいと思いますが、まあ、もしかしたらまた義経ちゃんが並ぶかもしれないので、星の羅針盤で痺れを切らしている人はもうこっちでね、現金積んで買いに行くような重課金者も出てくるかもしれませんね。で、宝箱を開けるたびに夏の福引券というアイテムを獲得って書いてありますが、これ完全に夏の時の最新の雑貨屋のコピペになっちゃってますね。はい、これは多分入ってないと思います、今回は。で、10日の結晶っていうのは何だろう、なんとなく4月の露伴の時の香りが
化しますが、これもちょっと明日開けてみないと分かんないですね。なさそうな感じがします、これも。はい、また明日動画で検証していきますので、こちらも楽しみにしていてください。さあ、そして、開運の夢。さあ、ずっと未開放だったイベントがついに開放されますね。はい、ちょっと読んできましたが、はい、おそらくこちら、この前、露伴の時にあった桃の花奪還戦みたいな、フレンドや同盟員と協力してボスを倒していくイベントになってますね。まあ、もし今までのシステムをそのまま使うのであれば、第1章、第2章、最終章とあって、まあ、それぞれ章ごとに1体ボスがいて、ボスまでに通常の敵と5回戦闘すると、ああいうような流れで、まあ、1章にボスも含めて6戦行うことで突破することができ、で、ボスに対しては、ボスダメージというのが適用されて、このボスに与えられたダメージの高さによって、もらえる報酬が変わるという、まあ、ボスにいかに大きなダメージをぶつけることができるかというような、まあ、ちょっとした攻略要素もあるイベントになっており、まあ、このボスに大ダメージを与えるために、まあ、同じサバにいるトップのプレイヤーに副賞を借りたりして戦っていくことができると。で、ラッキー副賞っていうのが今回新しく多分実装されたものになってるんですが、まあ、今期のラッキー副賞はエビスですと。はい、ことで、エビスを入手している人は、出陣副賞全員のステータスがボーナスで増加するというのと、戦闘勝利時に特殊宝箱がゲットできると。はい、ここ新たな追加要素で、ボーナスアイテムの要素と、まあ、少女の調教なんかでよくあるボーナスステータスの効果が追加されてますね。この効果を発揮するには、エビスを入手しなければいけないということで、はい、今回副賞をフレンドや同盟員から借りることもできるんですが、エビスを借りた場合には効果は発揮しないということで、あくまでエビスを持ってる人だけが得られるステータスボーナスだったり、特殊宝箱になっているので、まあ、エビスを取れというような雰囲気を運営さん醸し出してきてますね。はい、同じく今の開運の夢イベントに関しては、ボスを突破していってイベントステージを進めていくと、祝福の夢玉、無玉を入手でき、その無玉を使って、交換から UR 副賞セレクトの箱がもらえると、選べるタイプの UR キャラクターがゲットできる箱がもらえるみたいですね。これありがたい。あ、新ついたももらえるんですね。はい、で、他にもログイン報酬としてイベント期間中毎日、この開運の夢のページに入ることで、無玉が30個もらえると、ああいう感じで、まあ、おそらく UR セレクトの箱が無玉500個分ぐらいになるんですかね。毎日30個ゲットできれば7日間ぐらいで210個になって、その他はステージクリアで集めていくというような感じになるんでしょうか。はい、あと前回から協力報酬というのも追加されていて、同盟やフレンドから副賞を借りることができるんですが、まあ、貸した側としては貸したことによって、まあ、そのプレイヤーが戦闘に勝利した場合には無玉を1個報酬としてゲットできると。で、最大で100個まで無玉をここのフレンドに貸した戦闘で勝利することで集めていくことができるということで、まあ、基本的に強いプレイヤーっていうのは味方から副賞を借りなくても突破できるので、まあ、この副賞を借りられるっていうシステムは弱者救済になってるんですが、はい、しっかり強者にもこの無玉の追加報酬という意味でのメリットがあるので、はい、サバトップの人も持てる最高の副賞をフレンドや同盟員に貸してあげましょう。はい、最後に幸運のギフトボックスということで、今期ラッキー副賞を入手した後、ボス挑戦に勝利すると幸運のギフトボックスを獲得できますということで、あ、これさっきの特殊宝箱とは違うやつですかね。はい、またエビスちゃんを登用している人だけが得られる特別アイテムがありそうなので、まあ、これも明日中身見ていきたいと思いますが、ちょっとね、エビスちゃん登用してくれ感がすごいありますね。いや、ランゼロサバどうしよう、見送りを今考えているとこですが、だいぶ心が揺らいできますね。はい、まあ、ちょっと中身見てから決断したいと思います。はい、そして最後にスキル説明文調整のお知らせということで、まあ、ここは特にプレイには関係ない部分なので、はい、スルーで OK。 はい、ということで、まあ、明日は最新の雑貨屋とこの開運の夢イベント、はい、この2つのイベント調査動画になりますかね。で、まあ、時間があれば直江兼継なんかの現環境での分析動画なんかも上げていけたらなというところで、はい、動画楽しみにしていてください。はい、突然チャンネル登録して通知をオンにしていただければ最新の情報がすぐに届くようになっておりますので、通知のオンまでよろしくお願いいたします。はい、あとグッドボタンを押してもらえるとめちゃくちゃ元気が出るので、はい、テケテケ明日検証頑張るってことで、グッドボタンよろしくお願いします。はい、それでは。する。押す。押す。押す。